家具ばかり偽り多き世の中にこの可愛さはまことなりけり。何でも嘘で固めたような世の中ですが、お子さんの可愛いという人情は日本全国つづ裏々へ参りましても鳥獣物に至るまで変わりはございません。よく寝れば寝ると手のぞく枕が、血を噛めば叱りながらも歯を数え、立派な紳士の方がお子さんを連れて夜店縁日の人混みを歩いてます。まるでお子さんにとらわれてご自分ってものをなくしている方がございます。ほーら、あっかあったろ、きえきえだな、あっかあっか、あーどんどこ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 どこどんなどんどこどん、あれお子さんがあるからよろしいんです立派な紳士の方が銀座通り子供なしで手を向こうに突き出してやったらおかしいでしょうな。どんどこどんどこどんどこどん、生えば立て、立てば歩め道やごこ、つかまり立ちをするようになる程度可愛さがまた一段と増すもので、坊やこっちおいで、ハトボッポの歌聞かして、ね、お母さん、ハトボッポがうまくなったんだ、聞いとくれ、さ、歌っとくれ、なつったっけね、ほら、ハトポッポ、ハトポッポ、あ、お寺の屋根から降りてこい。まあ、本当に坊はお上手だこと。俺がやったんだよな。ああ、障子穴開けること覚えたよ。え、小言言わなきゃいけませんよ。ね。笑ってるから困った。あのお母さん、お化けしなさい。おかみさんが針仕事を脇を置いて袖の中に手を入れて、ぼやお化けって言うと、お父さんが頭抱えて、おー怖い怖いなんてなこと言ってます。お化けの怖い年じゃありませんが、まるで子供にとらわれてるところによろしいところがございます。だんだん大きくなります。幼稚園から小学校、中学、高校から大学程とあなた方の方でございます。もっと我々の方でもこの頃じゃ義務教育なんてのがあって、あるところまでは向こうでやらしてくれるんだそう。明治大正時代はそうじゃございません。学問のできる立派な人より何にも知らぬ苦労をした人ってんで、苦労させなきゃいけない。可愛い子には旅をさせろ、だから奉公に出そう。この奉公もそうです。あそこのうちの商売はこれからどうも流行らないとか、商売はいいんだが旦那がうるさいとか、番頭がやかましそうだとか、世話する人があって、あそこからと決まります。幾当人も後ろ髪を敷かれる思い、行った当座てえものは仕事が手につきません。お父さんおっかさん何をしているだろう、友達はどんな遊びをしているだろう、そんなこともみに食ったくです。10日が20日30日、猿者がしびにうとしと、お店の御用が忙しくなるうちのことをだんだん忘れてきます。仕事ったって、奉公に行った時はそんなに仕事はございませんもんで、その自分ランプ掃除なんていうのが一番の仕事です。ネズミを取っちゃ交番へ持って、またその自分ネズミが多かった、ネズミのうちに人間が居候していたようなもんでございます。ネズミ取りなんて商売がありまして、夕方パチンコっていう遺体、針金のついた餌つけまして、ドブダのあのゴン一ためのわきを置いて歩きます。アグラーさんになるというと、これまとめて歩いて商売になった。子供は、小僧はネズミを取りますってと購買持ってきます。木の札を足祝いさせます。石油道庫の中へ放り込むと別の小さな紙をくれます。これ持ってくてと2000ぐらいくれたもんだ。その頃の2000ですから、いい小遣いです。普段は2000ですが、ペストが一つでも出る程度すぐに4000に買い上げます。で、バイキンというんですな。その他に懸賞なんてものがございまして、5円、10円、15円と、その自分の15円なんてのは大変なお金でございます。ただいま第一日曜、第三日曜のたんびに、おうち遊びに寄ってきますが、その自分には、3年ぐらい経ちませんと里心がつくなんてんで、うちの近所の御用まで他の小僧さんをやりましたもん。3年ぐらい経つてえと、もう宿りに出してもなあ、里心もつくまい、今度のお正月には宿りにやってやるよ、お許しの出た時の嬉しい手があります。
ご飯を食べてもろくに喉に通りません。あの子供はこれですが、これを迎える親御さんはてえと、これにもう一杯輪をかけたようなもん。3年目に親子が初めて会うってんですから、やぶ入りや何にも言わず泣き笑いていくがございます。なおか、なんだい野郎、よく辛抱したな。ほんとだね、高校がつらいなんてんで飛び出してきやしないかと思っていい心配してたよ。うん、やっぱり俺のガキだけあんな。お前さんはいいことがあると俺のガキだ、俺のガキ、悪いことがあるとおめえが悪い、おめえが悪い、で強情だよ、我慢強いとか俺に似てえら。明日来たらな、あったけ飯だよ。分かってますよ、おしやなんか食べさせっかありませんよ。納豆買っといてやんなよ。そう、あの子納豆が好きでしたね。うん、海苔を焼いといてな、卵いっといてやんなよ。汁粉を食わしてやりてえな。お供え崩したろ、あいつ下供えだけ、うん、米びつに入ってる、そいつこんがり焼いて汁粉を食わしてやろう。日からね、さ、あの魚行って刺身いいな、あの中トロのとこ二人目ばかりな、俺もご商売に預かるから。それからあのシャモを皮付きとあのもつまじりで買っといてやんない。うん、うなぎが好きだったな、チムシ二人目ばかりよ。いや、あの崩しちゃって飯とこうまぶすんだよ、うなと取ってって喜んで食ったじゃねえか。天ぷらってのはな、そこ行って食わねえとうまくねえからな、揚げたてでねえとよ。寿司も好きなんだけど、漬け鯛のうまいな、立ってあれだこれだってって食うからうめえんだ、そいつは食いに連れてこうじゃねえか。あ、それからあいつは蓬莱豆が好きなんだからな、うんと買っといてやれ、カステラと。そんなに食べさせりゃ食笑してしまうよ。なんでもいいからうんと食わしてやれよ。食べずにいるわけじゃありませんよ。食べずにいるってんじゃねえんだよ、おめえ奉公しねえから知らねえだろ、自分の好きなものは食えねえってんだ。これを上がりったら入ってそれより食えねえじゃねえ、子供の好きなもの知ってんのは親たちだけだ、だからうんと食わしてやろうってんだよ。なおか、少しお寝なさいよ。なおか、なおかって、いいじゃねえか一晩ぐらい寝なくたって。何時だよ。まだお前さん2時ぐらいでしょ。昨日今頃夜明けたな。ちょうだいちゃう。明日来たらあったけ飯だよ。分かってますよ、あのゆい連れてってきれいにしたらほぼ連れて歩こうと思うんだ。ああ、そうしてやってくださいな。うん、あのなんだ、赤坂のな宮本さんとこからな、から大回りに目じまい寄ってよ、本庄のうち。うん、から浅草からな品川の松本さん、ばあさん小盆のだからな喜ぶだろうと思うんだ、あそこまで行ったんだ。品川の海を見せてやりてえな、広々としたところよ。羽田行って穴守さんお参りさせてやりてえな。あそこまで行くんだろうな、川崎の大師様厄除けになるからな、川崎お参りさせて横浜、だって別に見るとかねえな、野毛伊勢崎町の通りだからな、横須賀も見るとかなくなっちゃった。江ノ島鎌倉ってといいけどもな、夏でなきゃな、冬は寒くていけねえや、そのくらい入気かけりゃもうちょっと先に乗せるよ。静岡あたり行ってな、浅間様、トゲッポ、久能山、から豊橋から豊川さんお参りさせてやりてえな、本社だからな。うん、名古屋行って金のシャッチコミ来たら喜ぶだろうな。関西線乗って伊勢の山田行って大臣さんお参りさせてやりてえな、内宮外宮神々しいところを見せてよ、四国渡って讃岐のコンペラから京王坂回ってな。どこ